行くカメラ、来るカメラ。はい、ということで今年も12月30日になりました。つまり残すところ1日とあと数時間で新年がやってくるというわけなんですが、いや、大人になったらね、みんな口を揃えて言いますけど、僕も例外ではなくて、今年1年も早かったかなって思いますね。感覚的には、これは本当あくまで感覚なんですけど、昨日2022年やってきました、新年おめでとうございますって言ってたのに、もう年の瀬ですよ。そんなですね、年末なんですけど、今日はタイトル通りカメラというものを題材に、その全体のですね、今年一体どういうものが出てきたか、その傾向などについてまとめて、それに対してどういうふうに付き合っていったか、個人的なことについても少し語らせてください。そしてそれだけだと単なる振り返りになって新しい情報がなくなってしまうので、来年は一体どんな感じになるのか、もう本当にですね、年明けすぐに動きが見られそうなので、そういったあたりの新情報についてもですね、少し触れていきたいと思います。また、全体と個人というものを分けておりますけど、そしてタイムテーブルもですね、おそらく出していると思いますが、こういう形にしている理由とかも少々ね、語らせていただく形になるかなと思います。それではよろしくお願いいたします。はい。さて、まず今年全体の総括なんですけど、スモールセンサーの機種が飛躍した年かなという感じですね。飛躍かどうかは少し疑問符も残る部分あるんですけど、ただ製品としてはどちらかというと中心的な存在にはなったかなと思います。まずは旧オリンパス OMDS から OM1 というものが出てきて、何回 OM って言ったかな。とにかくですね、ついにマイクロフォーサーズの新しいセンサーを搭載した機種が登場しましたし、それにキヤノンもですね、R7 というものを投入しましたよね。で、僕も使ってみたいなとは思っていたんですけど、かなり品薄になったみたい で、人気も結構ですね、出ているみたいです。実際、時々フィールドとかでも見かけますね。そして何よりも、やっぱり僕、富士ユーザーですから、その新しい第5世代の X トランスシーモス5が出てきたというところについてはですね、大きなエポックメイキングなものだったかなという感じがしますね。で、実際 XH2S というものを購入して、また X システムを導入して、いろいろやっているところです。ただ全体的にこれいろいろ使ってみて思ったことなんですけど、OM1 も使いましたし、そして H2S も今使ってる。 R7 だけはですね、なかなかこう触れる機会がなかったなっていう感じはあるんですが、まだパーフェクトなものとはほど遠いのかなというところは正直全体的な印象としてありました。OM1 に関してはアップデートがあの後行われて改善されたということなんですけど、ちょっとエクストラスシーモス5に関してはね、この H2S の購入自体がね、若干失敗だったかなと、はっきり言ってね、いうところも思ってる部分がありまして、確かにですね、こういう機能があればいいなっていうのを全乗せしてきてくれましたし、それ使ったんですけど、まだこうパーフェクトなところには遠いですし、それに加えてですね、あんまりこうなかなか関心引けなかったって言いますか、30万円っていう結構ね、お高いカメラだったんですけど、その出した割には、リターンが少なかったなっていうのがあって、正直ね、赤字状態なんですよね。それもあってで、なんかこう成功とは言えない感じがしております。さらにはですね、多分用途的にも若干違うんだろうな、自分が求めてるものと。
そんな本格的にムービー制作とかやってるわけではないので、基本的にはまあそちら向けの機種なのかなっていうところがあって、若干食い違いが生じてる。まあ、いろんなそういう総合的なことを考えると、まあ成功とは言えない。まあ、ぶっちゃけ言うと失敗かなっていう感じがちょっとありますね。まあ、富士ユーザーだしね、やっぱりこう新しいものが出てきたら、まあ使いたくなるっていうところはあったんですけど、もう数年間ですね、ずっとこう富士ユーザーっていうことで、まあ、宣伝してきたんで、まあそういうところはあるんですけど、なかなかそれもこう浸透しきってはいないなっていうところを痛感させられたのが、まあ今年の後半だったかなと思います。いや、今年の後半は、いろいろとですね、まあ、不幸も襲ってきましたし、まあ、自分自身の手違いとかミスとかそういうのがあってね、割とこの負の感情に満ちた後半だったなっていうのはちょっとありましたね。はい。で、レンズの方は望遠とかをですね、いろいろ試してみたんですけど、まあ、相変わらず本当タムロンさんにはご協力いただいてですね、本当にありがとうございました。今年1年もどうも本当タムロンさんありがとうございました。また来年もね、本当よろしくお願いいたしますって言いたいんですけど、まあ、その他サードパーティーのメーカーさんとかにもご協力いただきまして、まあ、この動画で、まあ、宣伝というか PR する、まあ、代わりにですね、まあ、いろいろとこう使用させていただいて本当に面白かったなっていうところですね。まあ、特にやっぱ個人的に大きかったのがその望遠鏡、まあ、田村さんで言えばその望遠鏡がいくつか出てきてくれたということで、広角もですね、20-40mm のレンズとか本当に性能がすごく上がっているなという印象ですね。まあでも最近のものっていうのは描写力はもうもちろんのこと、動画撮影も結構ね、本当に普通にやられるようになってきたので、そういったところも見越して設計されているなっていうのはいろいろ使っていて感じますね。一番はその音がほとんどしなくなってる。レンズからですね、昔の使っていてギーコギーコ言うんですけど、まあそういうものがもうほとんどなくなってるということ、まあ、さらには本当に広角系とかだとフォーカスフリージングとかが生じにくくなっていて、まあ、昔のレンズってこうやってピント移動すると画角が変わってですね、すごく見づらかったじゃないですか。まあ、そういうものが最近ね、本当になくなってきてるなっていう感じがしましたね。うん。で、まあ、振り返りはですね、もう本当に今までの動画ご覧いただいたらそちらの方に載っているので軽くして、で、来年なんですけど、まあ、来年はですね、またフルサイズの方が中心に出てくるのかなという感じが今しております。で、最もその噂の中で盛んなのが、まあ、僕もですね、使ってますけど、ルミックス S5。これのね、マーク2が登場するみたいですね。もうほんと年明け早々には発表されるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、少なくとも次の CP プラスでは目玉商品になるだろうなっていうところはあるんですけど、どうもね、ルミックスもついに増面位相差、これを投入するとかなんとかっていう話なんですよね。まあ一時ルミックスも野鳥撮影で使っていて、結構ほんと綺麗な色出してくれてね、自然ってすごくルミックス表現得意なんですよ。いい感じに温かみが入ってくれるので、まあ、これが本当写真とか動画撮ってて気に入ってるポイントだったんですが、まあ、ルミックスイフーザーであればですね、必ず引っかかるポイントなんですけど、どうしても、コントラスト AF なので、撮りにはね、やっぱ厳しいっていうのがずっとあったんですよね。で、どうも、そこがね、次解決されるみたいです。まあ、詰まるところ、少なくとも増面位相差システム、まあ、これが組み込まれるんじゃないかっていう噂が出ていますね。まあ、さらにはもしかしたらその先一歩進んだライダーシステム、まあ、これが乗るかどうかっていうところが今争点になってるみたいですね。はい。で、あとはね、少し前にキヤノンが1900万画素のフルサイズセンサー、まあ、これただのセンサーじゃなくて、ついにグローバルシャッターを搭載した、まあ、センサー、まあ、これをね、発表していたんですよね。あ、いよいよグローバルシャッター機登場するんじゃないかなっていう前触れですね、これ。うん。まあ、現時点でも正直ね、普通に使っている限りでは、電子シャッターももうほぼ使えるなっていう状態にはなってる。もう最近はメカシャッターがない機種すら、まあ、出てきている状況ではあるんですが、やっぱりね、パーフェクトではない。この
富士 XH2S も高速読み出し型ではあるんですけど、もう完璧にメカシャッターと全く同じように撮れるかって言われると、本当に本当に高速な領域ではね、まだ追いついてないっていうところは実際あるんですよね。それがついに完璧になくなるっていうのが来年かもしれません。画素数は確かに少し少ないですけど、それでも1900万画素って割と十分ですよ。おそらくですね、このセンサーを搭載した、R8 になるのか、R1 になるのか、出てくるんじゃないかなという感じですね。あ、でもオリンピックイヤーじゃないかな。あれ？来年オリンピックあったっけ？なかったっけ？いや、僕あんまスポーツ見ないんでね、そこのところ少し疎い部分があるんですが、野球だけは見るんですけどね、それ以外ほとんど知らないんですけど、ただカメラとしてはそういったスポーツイベントがないとね、特にこのフラッグシップモデルってニコンキャノン分かりやすくってオリンピックイヤーに出てくるんで、それによっても名前って多少変わってくると思うんですけど、ただ準備は十分整ってるかなという感じですね。そして今年になってますますいろんなレンズが登場してきて、ミラーレスシステムもかなり充実してきたなという感じがありますので、その土壌も十分整ってるんじゃないかなと思います。ともかくね、来年はまたフルサイズ、そちらの方に全体的に力が入っていくんじゃないかなという感じがありますね。あ、そうそう、それとなんですけど、なんかレトロ製品が一部で流行ってると、本当流行ってるんですかね。僕の中では全く実感がないんですけど、なんかテレビで勝手にそう言って無理やり買わせようとしてるだけなんじゃないかなって思うんですけど、なんかそういったレトロブームがちょっとあるらしくて、フィルムカメラをですね、なんか新しいのをペタクスが作るとかなんとかいう話があるんですよね。で、そのプロジェクトが立ち上がっているみたいで、で、基本的になんか若者向けのものを作るとかいいんですけど、売れるのかなっていうのはちょっとありますね。で、僕もペンタのフィルムカメラっていうのは持ってて、それを相変わらず SP 愛用しているんですけど、いやいや、この時代になって新しいフィルムカメラ登場するのかと。ただ、フィルムがですね、なかなかこう入手できなくなっているので、そういったあたりも含めてどうなっていくのかっていうのはちょっと来年ね、なんというのかな、メインの話題ではないけれども、その独自路線と言いますか、ペンタらしい独自路線と言いますか、そういったあたりのですね、話が進んでいくかもしれないですね。で、個人的に来年どうするかっていうのもいろいろ考えているところなんですけど、そういったカメラとまたどう付き合っていくかっていうのは、その時になってみないとわからないですが、どうしようかなっていうのは今ちょっと思ってるんですよね、いろいろ。で、またなんか新しいですね、方策とかなんとかも考えていかなきゃいけない、そういう時期に差し掛かっているかなと思っていて。というのも、今日もカメラについていろいろ語ってはきたんですけど、そもそも自分そんなにカメラ好きだったかなっていうの最近よく感じるんですよね。別に嫌いではないんですけど、確かにそこを中心にいろいろ話してしまったので、結構やっぱ新しいもの持ってきて、その比較テストとかやるとね、関心引くことはできるにはできるんですけど、それがね、割と一時的ですーっと通過されちゃうんですよね。で、自分のその価値観とか、こういうことやりたいんですよっていうのを、その都度混ぜてるつもりではあるんですけど、なかなかそれが行き届いていないっていうか、なんか通過されちゃってるなっていうのがね、自分の中でもすごく感じてて、なんか虚しさとそのフラストレーションっていうのが結構ここ数年間で溜まったんですよ。で、そういうものが溜まってる状況で、改めてふとこうやって振り返ってみるとですね、なんだかなって引っかかっちゃう部分がどうしても出てきてしまうんですよね。だから来年はですね、またどうなるかわからないですけど、少なくとも今年中はこのスタイルでやってきましたが、また来年は来年でですね、少しこういろんなところを見直していかなきゃいけない。そしてまた新しいその方策とかを考えていく、いかなきゃいけない。そういう時期に差し掛かっているのかなというところはですね、うすうす感じております。具体的にどういう行動を取るかっていうのはまた来年になったらね、いろいろお話ししようと。今年のうちは、今年のことは今のうちにですね、ちょっと吐き出しておいて、多少毒も吐いておかないとね、溜まっていきますから、多少はこう外に出しておいて、またちょっ
と具体的には来年ですね、何かこう新しいところにね、進んでいきたいなというのは思ってはいます。実際どうなるかわからないですが。まあ、ということで今年もですね、1年どうもありがとうございましたということで、動画はね、これが今年最後になると思います。まあ、よっぽど何かこう緊急的なものがない限りは、これが最後になると思うんですけど、まあ、今年1年どうもありがとうございました。そしてね、またこんな自分ですけど、来年もお付き合いいただけると何卒幸いです。はい。それでは、皆様、良いお年を。さよなら。